はい、それでは次の曲で白鶴豊最後の曲となってしまいます。楽しい曲ですので手拍子しながらとか体揺らしながら楽しく聴いてください。それでは最後の曲聴いてください。ファンタジー。ありがとうございました。白鶴豊でした。